目指せポケモンマスター、ジハーディ高志です。今日はエクスレックを使っていく。またエクスレック通ってな。そう、一週間くらい前に、ハチマキ畑落とす型のエクスレック使ったばっかりなんだけど、今日は型というか、思想が異なるエクスレックを育成してきたので試していきたい。前回のエクスレックが、こだわりハチマキを持たせて、出会い頭や畑落とすでヒット&アウェイしていくサイクル型だったのに対して、今回育成したのは対面型エクスレック。ハチマキエクスレックの火力はもちろん魅力なんだけど、技を打ち分けながら出会い頭プラス不意打ちとか、畑落とすプラス不意打ちで対面のポケモンを落としていく対面型の方が汎用性は高いんじゃないかなと思ってこの方に行き着いた。とはいえ火力にバフはかけたいので命の弾を持たせてある。そして挑発を採用することで不意打ちを確実に通せる構成に仕上げてきた。エクスレックはね、耐久が本格的に終わってる上、火力も過信はできないので、センシティブに扱う必要はあるんだけど、特性の色眼鏡によって受けを許しにくいので、ダメージ的優位盤面を打開させず、確実に制圧していくクローザーとして、ハチマキサイクル型とは一味違った輝き方ができるのではないかと思ってる。ということで、実戦で試していきましょう。マッチングしました。モッチさん対戦お願いします。アシレーヌ、最近本当に採用率伸びてるよな。で、羽ばたく神に炎オーガポン、赤月ガチグマ、イダイトオスに、この世ザルメス。鬼しずくもから入って問題なさそうな相手だけど、この世ザルの挑発には注意が必要か。エクスレック裏でしょ。この世ザルが出た時にどうするかって話なんだよな。格闘技に弱いイーユイはちょっと出しづらいか。よりはレイスポスを出していく方が、いいのかな。レイスポスエクスレックだと炎オーガポン、やばすぎるか。イーユイ戦術の方が無難なのかな。アシレーヌに注意が必要だ、この戦術は。行きましょう。さあ、相手の先発はこのヨザルですわ。このヨザルは、挑発ないしは命がけあたりで、鬼しずくもの役割を破壊することができるポケモンだから、かなり注意は必要なんだけど、一回ネバネバネットに挑戦しようかな。おー、いや、いいよ。それでこのヨザルと11交換取れるんだったら、いいよ。許すわ。いや、でもネバネバネット負けてねえのは、終わってるっちゃ終わってるんだけどね。これどうする？どっちから入るべきなん？羽ばたく神から出された時にエクスレックから出すと対面負けるから、これ、イーユイから入らないといけないんじゃないのかな。あー、なるほど。ガチグマか。いや、これはね、これまたイーユイから入って正解ではある。けど、オーバーヒートを打たないと倒せないでしょう。てかこれどの道オーバーヒートか。いや、裏アシレーヌがいる可能性があるけど、だとてオーバーヒートを打っていく以外の手はもうここではないんだよな、俺の中では。いや、テラスって言ってもこれ炎半減以下のテラスは切らない気がするが、ノーマルテラスブラッドムーンのやつか。いや、これメガネオーバーヒーで基本的に飛ぶぞ。むっちゃ特防に振ってない限り。いや、飛ばせんかったんだけど。飛ばせなかった剣について。どうなん？それは。いやー、これは、そうか。いや、多分ね、確定台調整とかしてあるんじゃないのかな。いや、基本的に飛ぶんだけどな、直気ガチグマとはいえ。俺も直気ガチグマ使ってたからわかる。いや、これは超低ラン数引いたか、ガチグマが特防に振ってるかのどっちかだと思う。これは、真空波も食らいたくないから出会い頭から入るか。出会い頭自体は通る。いや、これでも、きつそうだな。これラスト、誰だったら倒せんだ。イダイトーが、気合の助けじゃなければ、アクテラ叩き落とすで倒せんじゃねえのかなと思うけど、素早さの関係が正味わかんねえんだよな。いや、ちょっとここね、冷静に考えた方がいい。ちょっとスカーフのか、いや、スカーフもいるんだよな。スカーフの依頼と。いや、これ相手が最速だったら抜かれるから、アクテラの不意打ち打った方がいいかな、これは。もうこれに全てをかけよう。スカー、いや、タスキじゃなければ多分倒せると思う。これは通るでしょう。アクテラ不意打ち。いや、タスキだったら無理。うわっ、なるほどね。これはもうしょうがないよね。これどう？いや、ガチグマ乱数で落とせていたら、イーユイが勝ててたね。これしょうがない。これ負けです。ありがとうございました。
マッチングしました。サムアマさん対戦お願いします。羽ばたく神オーガポン、ブリージュラスに暁ガチグマ、ウーラオスドヒドイデという構築。これは鬼しずくもから入りたいけど、ドヒドイデから入られるとちょっと何もできなくなっていくんだよな。いやこれ挑発持ってるエクスレック選出するのありか。羽ばたく神先発には本当に何もできなくなっていくよな。いや分かった、これイーユイから入るわ。だったらまあ炎オーガポンにもまあワンパンはされないんじゃないかと思う。それでいてエクスレック圏内に全員入れていってマウントを取る。でイーユイの出し負けは水ウーラオスになってくる。まあ、ウーラオス受けの水ウーラオスを選出して終わりとするか。相手の先発炎オーガポンか。ね、これはね岩石封じをその面影宿し込みで打たれてもギリ耐えるんだよな。でこれ特製の軌道順で素早さの判定ができないのが終わってるんだよね。この4歳ポケモンの災い特性って優先的に表示される特性なんで。でこれテラスタル炎を切られたら炎技が半減になってしまうから、まあ、一応これは悪の波動から入るべきなのでしょうか。うん、メガネ悪の波動で。え俺の方が早い上に、そのウッドホーンはどうなん？俺の方が早いんだ。でも割になんかそんなガッチガチっていう耐久全振りって感じもしないんだよな。じゃあこれ俺悪の波動でぶち込むけどいいの？いや、それはどうなの？てか火炎放射撃たれてたらお前死んでたって話だぞ。いや、ちょっとあんま分かんなかったわ。で、ドヒドイデが湧いてんのは、まあ、何気に不穏なんだよな。でもこれ、いや、フェアリーテラスの可能性がゼロじゃないけど、どうするよ。いや、悪の波動でマウント取ってよくね？いや、テラスは切らない。ドヒドイデはフェアリーテラスいるイメージあるけどね。で、アクアブレイク撃たれちゃった。普通に殺されたんだけど。アタッカーなんか、お前は。まあ、サブウェポンにアクアブレイクだけ持ってるっていうことだよな。で、クスレックは、一旦出したいかな。一旦出してで挑発を打っていくってのはありかもしれない。いやでもこれ素早さ上取れてるから、ごめん、これねもうアクテラの畑落とすでマウント取り行くわ。で羽ばたく神はアクテラの不意打ちプラスウーラオスのアクアジェットで締めに行く。まあトーチか打たれたらもうしょうがない。それはいやダリー、それはダリーは今こういうのもあるから、まあ挑発から入ればよかったっていう気はするけど、まあ、しょうがないよね。そんなこと言っても。まあ、色眼鏡の出会い頭とかは警戒したのかな。で、これ、エクスレック、毒浴びんのは、まあ、そんな痛くない。これ、交換しようと思ったら、裏のポケモンが10倍以上のアクテラ、命の玉、叩き落とすを食らわざるを得ないから、まあ、再生力を起動させなければ、まあ、それはそれでいいんじゃないのか。うわ、それでも引くんだ。あー、ブリジュラスか。あ、ブリジュラスね。それはまあ確かにあんま良くねえわ。あ、すんげえダメージは出てる。けど持久力で耐久上げられんのが終わるな。あ、しかもカゴの実？クソだりいやつじゃん、これ。なんか眠カゴのやつだ。いや、これはね、交換した方がいい。多分、鉄壁ボディープレスあるやつなんだよな。エクスレックは相手のドヒドイデにダメージ入れるっていう役割が残ってるんで、ただウーラオスにテラスタル毒を温存した方がこの試合は良かったよね。でボディープレスでもう殴ってくるんだ。ドヒドイデバック超有力なんだよ。エクスレックに交換するわ。ここはもう格闘技も水技も半減のドヒドイデバック、相手目線は安定だと思いますけどね。いや何それ。いや、それはよくわかんねえ。何をやられたんだろうか。まあ、読まれたってことなのかな。じゃあ、ビルドアップ積んでいこう。いや、ここで交換しないんだったらもう居座るってことだと思うけどね。ここもホエルなんかな。いや、ホエルなのか。いや、ボディープレスなんだけど。いや、これはエクスレック交換読みだ。いや、この後も、ちょっとわかんないんだよな。いや、相手としてはホエル打ちたいんじゃないのかなとも思うけどね。ドレインパンチ打つわ。いや、マジ？じゃあ、ドヒドイで一匹でなんとかしようとしてるってことか。うわぁ、ちょっと、また不穏になってきたなこれ。ドヒド、まあでもね、トーチカとか、もろもろあるからな。
ビルド何積みしてる？1積みしかしてない。黒い霧がある可能性も全然ある。一回水流連打打つわ。殴れる時に殴っていこう。あ、いやだ、ただダメージはカス。カスダメージだ。いや、でもこれ、畑落とす圏内に入れたら勝ちなんだよな。まあ、毒毒は食らってしまう。いや、毒毒、まあ、毒毒入れないと始まらないもんな。いや、自己再生一生打てばよくなってんのか、相手。エクスレックに交換して、で、挑発、畑落とす、打ちに行かないといけないね。いや、これ、ドクテラ温存だったな。そうすれば完封だったのにな。なんか、テラスタルの切りどころが下手な気がする。俺、何対面でエクスレックにテラスタル切ったんだったっけ。まあ、トーチカだと思うんで、まあ、一応、畑落とすから入るわ。まあ、トーチカだよな。いや、で、叩き落とすからの、叩き落とすから挑発打つか。いや、間に合わないな、多分これ。ここは叩き落とす安定なんだけど、なんならここ、アクアブレイク打ってくる可能性あんのか。いや、どうだろう。あー、まあ、いいダメージは出るけど。で、回復ソースも奪う。自己再生か。この後多分トーチカでしょ。いや、それでもきつそう。ただ、あと2ターン生きながらえることができるから、この後は、まあ、挑発一択だな。あら、まあ、これは自己再生連打でいいっていう考えかもしれない。自己再なんじゃね？ああ、そういうことだ。ただ、こっから、いや、どうすんの？畑落とすよりも、まあ、不意打ちの方が火力は出ることになるから、まあ、一応不意打ち打って退場になっちゃうか。アクアブレイクあったもんね。いやー、きついな、これは。水流連打で倒せなさそうだもんね。いや、ゴツゴツメットが入るから、だから強制的に定数ダメージで削っていくことはできるんか。そう考えると、もうこれ水流連打でバキバキ殴っていくしかないか。でも挑発残りワンターンだぞ。いや、水流連打だ。だとしたらビルドアップ積むよりもダメージ効率が高いのは水流連打になる。いや、5つ目ダメージ込みでどうかなって感じだよね。いや、無理か。火力に触れてないデメリットがこういうところで出てくるな。ここアクアブレイクしか相手打てなくなってるはずなんですよ。で、5つ目ダメージが入るでしょう。5つ目、いや、この B ダウンはもうもはや関係ない。うわ、これギリッギリだ。マジでギリッギリ。水流連打圏内か圏外か、もう本当に乱数範囲レベルだ。ただ挑発弾は間に合った。これ水流連打が最大打点ですよね。行くしかない。これ取り切ったら激アツ。いや、これいけるわ。いや、挑発偉い。エクスレックの挑発が偉すぎる。うわ、あっぶねー。これまくれんのは激アツすぎる。正直諦めかけてた。エクスレックやるじゃない。いや、このタイプの対面型エクスレックの挑発は偉い。マッチングしました。アルさん対戦お願いします。パオジアン、炎オーガポン、羽ばたく神、ラティオスに、サーフゴー、ディンリューという構築。鬼しずくもから入るデメリットがほとんどない。パオジアンのテラバースト電気くらいだ。まあ、とか言いつつも、もうこれは鬼しずくもから入って、で、エクスレック裏まで確定だ。虫弱点が3枚もいるからな。絶対エクスレックは出していきたい。まあ、あとパオジアンをどうするか。最悪、出会い頭だけ打って、あともうレイスポスで、全抜きを狙うはありかもしれない。相手の先発はラティオス。メガネ流星群でも耐えます。確定で。ただし、トリックを打たれる可能性がちらつくから、ミラーコートを安直に打つのはリスクなんだよな。と考えると、まあ、この試合ネバネバネットは絶対巻いておきたいから、ネットから入るわ。あ、やっぱトリックだ。いや、全然いい。もうこれはこれで全然いい。いや、で、こうなってくると、ただ、まあ、流星群かなんか打ち毒になるのかな？イバン奪われてるの微妙だけど、クイックターンは打たなそう。ラスターパージでいいっていう考え、全然想定できるよな。だって、鬼しずくもはもう、何もできないんだぜ。ネバネバネット以外。いや、だからここもエクスレック交換でラスターパージを無効で受ける。これはさすがに通りそうなもんだけどな。ラスターパージかクイックターンかのどっちかだと思う。あ、クイックターンの方だったか。まあ、どっちでもいいや。まあ、ここはもう 100% 交換だから、ラスターパージよりもクイックターンで対面操作、後出しじゃんけんする方が得がでかいって考えか。
うわ、バオシアン来たぞ、おい。いや、これはね、どうします？何売ってくんのかな？聖なる剣かなんか売ってくんのか？これもうしょうがないや。出会い頭打ち込んで、レイスボスの起点にするでいいんじゃないのかな？そうすれば、スカーフを失ってるとはいえ、まあ、ラティオス浮遊だから、素早さに振ってるラティオスだったら抜けないか。いや、ただそれ以外の上は取れるようになるから、俺これもう正味これ出会い頭でいい気がするけどな。どうなん？出会い頭でまあ、タスキまではぶち込む。いや、まあ問題はですね、不意打ちという卓が存在するので、そこをどう捉えるかなんだよな。つらら落とし。よくつらら落としなんか打ったな、これ。起点にしていきたいんだけど、2パターンある。不意打ちを読むんだったら、ここを身代わりを置く。てかまあ、一回身代わり置きどくか、こんなもん。不意打ちだよな、ここはな。で、この後さらに、いろんな卓が発生するんだよな。テラスタル、フェアリー切ったら、不意打ち打たれても身代わり残ったりしないかな。いや、瞑想も積みてえけどな。てかまあ、瞑想積むんだったら、ここ、テラスタルまだ切る必要ないか。ここ瞑想積むわ。不意打ちを打ってくるね。無償で積むぞ、俺は。無償でメキメキ瞑想積むけど大丈夫？いや、こうなってくるともう、テラスタル必要ないか。てか、この辺りから相手も不意打ち打ちたくなくなるでしょ。だって、こうなってしまうともうラティオスでもどうにもならないし、羽ばたく神ももう殺されるようになるぞ。いや、だからこっから一回、いや、まあ、ドレインキス見せていいわ。ドレインキスで小銭まで取る。あー、不意打ち打てなかったか。瞑想もっと積まれると思っちゃった。わかるよ。いや、このね、不意打ちじゃんけん仕掛けてる時が一番楽しいんだよな。ポケモン対戦って。しかも俺が有利な不意打ちじゃんけん仕掛けてる時が一番おもれ。で、これで、特攻1段階上昇に加えていなないたんで、特攻2段階、特防1段階上昇の、しかも身代わりが残ってるレイスボス。でね、これはね、吹き飛ばし打たれちゃうんですよ。テラスタルは、これも切っていいかな？レイスボスに。できるだけここをダメージ与えて、もう全部奪おう。いや、むしろディンリューにテラスタルなんかな？いや、ただドレインキスだったら余裕で耐えるっていう考えはしてきそう。まあ、ディンリューいるんだったらパオジアンからディンリューに引くっていう手もあったと思うけどね。そのあたりどうなんでしょうか。いや、一回身代わりが引っ込んだ意味はよ。そしてテラスタル毒とかは切らないんだったら、うわ、すげえダメージだ。これはすげえ。このダメージは。これどうするつもりだ相手。吹き飛ばし打つってことだよね。あー、なんか切断されちゃった。ありがとうございました。何ですか？不意打ち策に負けたから切断してみたっていうことなんかな。思ったよりドレインキスで削られたからってこと。しかも地震ってことは、これ吹き飛ばしないんだ。おー。いや、それでいて切断するのはどういう意図なん？教えてよ。僕にその頭の中を。マッチングしました。ポミン 3M さん対戦お願いします。最近、ハッサムの採用率バキバキに上がってない？ハッサムにパオジアン、タケルライコ、レイジューランドロス、ブリジュラスに、あと、トドロクツキという構築。いや、これはね、まず、エクスレッグの出会い頭が、トドロクツキとパオジアン二人に弱点だから、出したいよな。うわ、これエクスレッグから入りたくなっちゃうけど、ハッサムの可能性があるか。てか、ハッサムのダブルイングがあった時に、かなりきつくなってしまう。あと、レイジューランドから入られるのもまずいわ。と考えると、これはね、鹿から入って、ステロ吹き飛ばしのループに一回入れて、で、相手をまんべんなく削って、Xレッグ圏内に入れていくとかの方が賢いか。タケルライコブリジュラスに負けないように特殊アタッカー1枚を選出したい。いやー、レイスポス出したくなっちゃうな。行きましょう。相手の先発はブリジュラスですわ。俺誰から？鹿から投げてんのか。いや、まあ別に悪くないな。電磁波は効かないし、まあ、ステロを巻き合うことにはなると思うけど、ボディープレスが弱点なのだけがちょっと気になるか。ステロから入りましょう。もう絶対にステロは巻きたい。ダスターカノンだと？なんだこれ？いや、ちょっと特防ダウンとか引くなよ。あ、怖っ。いや、なんだこれ？ダスターカノンごときで、殴ったところでディンルーに、全然かすり傷にしかならないっていうことは、わかると思うけど、まあ、交換とか、ある程度意識してんのか。
いや、ラスターカノン弱点のポケモン裏にいないから、これしか攻撃技がない。これ、地震打ってから吹き飛ばしでもいいような気がするけど、ボディープレスがない。いや、でも打たないってことはこれボディープレスないのかな。地震で削ってから吹き飛ばし打つわ。いや、むっちゃラスターカノン連打してくんじゃん。特防ダウンやめてほしい。大丈夫か。いや、これちょうどいいぞ。あ、むっちゃダメージ出てる。え、マジ？しかもこれ、持久力のやつじゃないんだ。いや、これむしろレイスポスの肥やしにしたいから、吹き飛ばし打つわ。あ、ここで流星群なんか。いや、しかしこれすら耐えていくし、いや、これむっちゃ相手得してない？特攻下がったところを肥やしにされずに済む。というか、まあでも地震打つかの二択だから。まあ結局これは、うん、こいつを起点にする。この対面でブリジュラスを起点にするルートはちょっと俺の中ではなかったかな。そして引いていくのは、あ、パオジアンおるわ。いや、パオジアンいるんだよ。パオジアンいるんだよな。だから、エクスレックを裏に選出して正解っていう話ね。まあ、一応、岩石封じ、通るんだったら打ちますか。俺さ、今日、つらら落とし、結構何回も打たれてるけど、本当に外れないね、これ。つらら落としの命中率90は嘘だろ。これはね、まあ、等倍テラスを切ってきたら、わかんない。一回引いて、出会い頭を裏のポケモンで受けてくるっていう可能性はあるわ。まあ、そっちの方が可能性は高いけど、まあ、それでも出会い頭はこのターン打ち得だと思うんで、打っていきます。うお！あー、え、これ出会い頭を、まあ、等倍で受けて耐えようってことか。いや、それは無理。うん。これはね、結局、等倍では入る。いや、無理だって。だから、それを許したくないから、色眼鏡なの。俺の特性は。XX の特性、色眼鏡だから、ゴーストテラスを切って効果は今一つっていうテキスト出るけど、あの、等倍なんだって。まあ、等倍で受ければ弱点さえカットすれば耐えるって考えちゃったのかな。あ、とどろく月だ。とどろく月だったらこれ勝ちじゃない？いや、まだわからんけど、あれ、テラスタル俺切ってないよな、まだ。叩き落とす。いや、これもっ一回出会い頭を打ちたいんだけど、そうすると今度こそブリジュラスで受けられてしまうんだよ。だからまあ、レイスポスにテラスタルフェアリーを温存かな。いや、これ不意打ち打てると思うけどな。竜の前積む？竜の前積まれる方がまずいから叩き落とす打つわ。あ、トンボ返りだ。あ、まあ、いっか。まあいいや、これハチマキのやつだと思う。いや、ただハチマキとドロク付き、やや不穏だよな。ただまあ、ブリジュラスの上は、俺のレイスポスが取れるから、まあ、このステロもいい味出してるわ。まあ、C にそんなにがっつり努力値を回せていない分、レイスポス、シャドーボールやや火力の不安が残るけど、これでさすがにシャドーボール圏内には入ったと思う。で、これシャドーボール半減でとどろく月で受けるムーブはもう絶対許さない。ドレインキッスがあるから。あ、これが通るんだったらもう勝ちだと思うわ。これが通ってしまえばもう勝ち。いや、とどろく月に交換されて、まあ、例えば、なんだろう、アイアンヘッドとか覚えるんだったっけ？とどろく月って。なんかすんげえ変なサブウェポンで攻撃されることだけが負け筋な気がしたんで、まあ、ここまで来たらテラスタルも温存できてるし、ここで飛んでくるのって叩き落とすか、激鱗かのどっちかだと思うんだよな。だからそれをテラスタルフェアリー切って半減で受けて、4倍弱点ドレインキッスで型をつけて勝ちだと思う。いや、勝負の分水嶺は、やっぱり、パオジアンに受けを許さなかったことにあるな。いや、まあ、だから、これなんだよ。もう今シーズン二度とポケモンなんかやんねえ。日が死んで闇をがめぐれ、外れ確定のカードをめくれ、一生いっぱいじゃ一生終われない、誓いと一緒に歌う案内。朝日が死ねばあいつらは眠れ、暗がりで一人命を削れ、あの日死んだまま生きたくもない、俺が死ぬ日の頭上に雲はない。